さあ6年ぶりに参戦してくれましたロドスさん、少しずつ少しずつ手が当時の記憶を思い出している感がさっきから見えます。ほぼ1億ピッコロですね。さあピッコロサイドからしても軽量級相手は望むところというところなので、いかに叩き落としていくかというところですが、18号サイドからしても中量級はコンボ選択が非常に広いので、さあ当たって当てダッシュジャックからこれは出し切りません。振り回したところにしっかり合わせていく、投げて、さあカラキャン投げ素晴らしい。こんなものはマカオになかろうと。さあぶっ込んでいき、冷静に5番からさすがの貫禄。ピッコロがですね、両手を両方向に伸ばすのはピッコロ同士の挨拶としてはあるんですけれども、基本的にはクソ技なので、さあ様子見からジャンク上げて拾い直して当たるが、まあ頑張りゃいけず、さあ差し込むが成立せず投げて後半弾いてジャンクを当てて、そこを受けと、マジに蹴ってありの隙間に差し込んで、いいダメージが入ってゲージも回収していく。さあリバーサルマジン展開。さあこの高さコンボが成立すれば惜しい。さあジャックのお互い差し合いになりましたが、さあ投げは成立せずに置き攻めが、これはブキャンからで何とかカッカラックも逃げましたが捕まってしまい、三立ては拒否と。さあゲージたっぷりなところから高い高い入っていく入っていく、ノーゲージでこのダメージは高すぎる。さあライジン冷静ですね、角度をちゃんと調整してから強ホーミングで壁やられで投げと、まさにパーフェクトでした。さあファイナルセット流れは完全に香港にあるが、ここでまたね取り返していく。さあ生実家遠距離で変なことやったらまたぶち込んでやるぞという温度感を感じますが、ここはまたあんまり成立できず、お負けだよ。お互いジャックホーミングをさしていきたい。さあリバーサルを出したかったが出なかった。今度は若干壁が邪魔だが、ピッコロさんの頭がいい感じに引っかかって、さあピッコロ空ちゃんに、いやこれならばワンチャンにするか、届かない。さあもう後がない、もう後がない、届いた、あとは出れば出れば出るまでもない。さあ6年ぶりに来ていただいているロスロスさん、回を増すごとに確実に動きが戻りつつあります。さあいくら6年ぶりとはいえ、このキャラクター同士の対戦でなかなか負ける気にはならないのではないでしょうか。ロスさん開幕がですから、それは日本国内限定の挨拶なので難しいと思うんですロスさん。怒りからか圧倒的なコンボを叩き込んでいき、マーク方法で跳ね返され、さあマーソーの使いどころは勝負を分けますが、そもそもマカオ勢マーソーの発生頻度が少ないマーソーからマカン、さあただゲージがないのでどっかで取っていく必要があり、さあ削りでも殺せるような状態だがマーク方法を選択して、とあくまで差し込み殺すノリでしょうか。伸ばしてきて、さあまだ分かんなくなってしまう。これがしっかり成立するとちょっとおしゃれに決めすぎた。ジャンキョーで、さあさすがにさすがにもう挨拶をしていかない方向でそうですね、正しいと思います。受けてみろ。さあ順当にマカン交差法からマソマソマソインタラプター、
ピックロ同士はちょっと下がる瞬間は少ないかもしれないですね、インタラクター。どうなんでしょう。さあ、ジャンヒョウの振り合いから、危ない、あの腕が残ってしまうとあのアマストに引っかかってしまうんですが、逆にジャンヒョウを振っているとなるとアマスト側が下に叩きつけられてしまうので、これはマスオの位置がうまく噛み合わない。さあ、なんでもないキグホーが当たってしまう。集中していると逆によくあることです。この角度難しい。うまいこと出しなく当てていき、これは出てしまえば繋がらない。魔人結界でお互い差し込みたい。さあ、カメハメハなのか、ジャックホーミングの魔候補で壁やられで、ね、魔候補ロスター、そのご挨拶確かに一応あの横ステップ読みというところでは使えなくもないんですけれども、それだったらダッシュジャックを素直にお振りになってはいかがなんでしょうか。さあ、ダッシュジャック引っ掛け、ダッシュジャック方面ジャック引っ掛けて高さを調整したがマッシュに化けてしまう。少し戸惑いながらダッシュジャックを振りますが、コパンでうまく迎撃。この辺さすがですね、踊ってることを知ってるから振れるという感じです。さあ投げて、ダッシュだけに勝ち合ってしまって、これは入りましたね。角度がもう少し高かったら噛み合わないになっているところでしたが、これは死なないのでワンチャンス。さあ、アクションゲージがないので粘られた、ギリギリ死なない。バカ、あの角度だったらおそらく死んでなくてもウォールになっているのでいいダメージができたでしょうね。さあ、先にウォールをロスさんロスさんもはやいじっている。さあ、受けてみろ。付き合ってくれないところが発生して、今度はうまく裏前でも、これは当たらないですね。若干タイミングが遅れてしまった。さあ、ピッコロさんにこの高度は難しい。この状況からできるピッコロさんが技がほとんどない。差し込んだが落とし目的のジャックホーミングだったので、また押し込まれていなかったと。さあ、噛み合って壁やられが調整できるか、するまでもなく、いや、どうだ。さあ、お互いゲージ量的には刺して殺せるゲージ量で刺さって、これはタイミング次第で一回しているので死んでしまうと。さあ、最終戦ゲージはややマカオ勢有利ですが、最後までやってきたロスさん、わかりましたよ、もうやってくださいよ、お前から。さあ、受けてみろ。マカオ決められてしまい、ジャックホーミング刺して、さあ、ジャンプ強からタイミング調整してマカゴだと、お互い追加、まあ、フルコンの方にもワンチャンで殺せますが、投げをジャックとかわされてマカが出て、もし言語的なコミュニケーションがペラペラなんであれば絶対にあの挨拶を説明してるであろうという状況ですが、大好きです、そういうの。お互いを分からせ合うのでいいと思います。さあ、振っていく振っていくほぼむしろ狙われに来ているさあ、マシで、さあ、誰か今のうちにあのピックロの挨拶動画でも探して、マカを本校生に見せてあげてはどうなんだという思いも若干するんですが、彼がしているのはこういうことなんだよっていうところを見せてあげてもいいのではないかなとも思うんですが、もはやちょうどの動画も残ってないからね。こすっていく、ことごとくことごとく今日のせいでロスタイムを受けていく。なんだかもう開幕あの今日で1回でもいいからターンを取らないことにはずっと振り続けそうな気がしますね。そろそろ振ってこないだろうというところで引っ掛けて満足しそうな気もしますが、さあ、ロスさんが振り込んでないと殺せませんが、刺さってウォーターさんの中が出る、少し溜めてから角度もバッチリです。
さあ注目のオープニング振っていきます。そして当たっていきます。絶対これのせいで負けてます。さあラウンドを取り返すことができればまた開幕にあの行動することができる。ゲージ用は十分だが台座のせいでコンボができない。壁に押し付けないができないので、さあ壁やらにもなってくれない。バーカンが入って差し込めば勝ちという状況から入って、これはいつまでもなく。さあ注目のオープニングです。はい、打ってきました。もはや私の実況のせいでロスターも打たざるを得なくなってしまっているのではという可能性もちょっとあるんですけれども、受けてみろ。さあちょっとこれを角度が低かったか、逆に魔人撃退を打ちますが少しタメが足りなかったか。さあ残響残響から、さあ折り返してダッシュジャックまで入って結界からマカントン。さあカメの打ち合いからインタラを打ちますが、そこ差し込まれてしまうと。打つならカメハメハメしっかり刺す必要がやはりありますね。さあ入って、さあ最終セットのオープニングです。どうなるんでしょう。どちらかというとオープニングの方が楽しみになってきました。打つんでしょうか。打ちました。当たった。最終セットで当たった。当たってくれた可能性もある。何はどうあれ最高のスタートを切ることができました。ロスでしょ。さあ当たって、さあ叩きつけられて、全然ここからのピックロピックロならありますが使ってしまい、さあ投げに対してはまたあるで角度が足りない。いやーツーチャン必要な香港勢に対して、さあお互いこのワンチャンになって、さあ投げた。やっぱりあのロスさん勝因はオープニングにあの今日振ってるからっていう感じなんですかね。あ違うんですね。さあトランクス対、ピッコロの組み合わせですけれども、まあ、やや遠距離トランクスの方がね、まあ、基本の打ち合いはピッコロ側がフレンクスレーザー継承している場合にはトランクスでちょっと不利になってしまうんですけど、このトランクスがデフォルトで持っている気候波が非常にピッコロの普段やりたい立ち回りに刺さってしまうので、それをふんだんに振ってくるとなると若干厳しいというところ。そしてこの腕にですね、無敵判定がついた状態の剣を当てられるとなかなか厳しいものがあるんですが、しっかり投げていくと。さあ投げていく、決まるものは決まっていくと。そしてもちろん相手がピッコロじゃなければあんなオープニングはやらねえよということですね。差し返されてアクションゲージがない上で助かった。さあジャンケン振り回していって、だいぶマカオ勢の方にももう投げがイメージされているので読み合いが発生しますが、やっぱり暴れられてしまう。さあアクションゲージがないので振るしかないが、角度が足りない。さあ合わせられてしまう。今のですね、あの剣で切るやつがピッコロ参加をすると結構辛いところになってしまうと。さあただ基本的な振り回し方というところではピッコロの方がやや有利なところもあるので、超至近距離さえ回避していくことができれば、ああいいダメージですね。さあこれは止まらない。当たってくれれば止まったんですが、出し尽くしたかのようにロスさんが取られてしまうのか。いや取り返して、しっかりまた2コンボすれば相手は倒せると。さあ少し様子を見ていくから投げと思わせてからのコンボしっかりしてますね。さあ陣痛でマスオも消していき、さあこれです。よくて相打ち。さあ暴れてしまったのかスピングレートが分からないと当たってしまい、ジースライサー、さあ差し込むことができず、このアクションゲージが危険でしたが、なんとか回避で投げていくと。さあ
思い切った卓をしていきましたが冷静だった。高さが足りないのでコンボを安く済みましたが、さあ危ない危ない位置、お互いにとって危ない位置ですが、さすがにピッコロさん有利。裏回りすぎてしまったのにコンボは成立しませんでしたが、助けてくれバソーバソー助けてくれない。さあマジン1体で1体切り返して、さっき軸ずれから OK です。まあ観光札幌でこれでワンチャンス、いや A 班の分を重ねると、いや残りますね、残るので、ただどうだ微妙ですね、ほぼほぼワンチャンです。お互いさあ非常に怖い、あの削り力が高いのであれをガードしてしまうともはや死んでしまう。寂しさでこのゲームやるとなかなか弾くの難しいんですよ。さあ惜しいですね、飛び込んできましたが、日本勢今マックスで6人ですかねいるので、確かに勝たないとやれないところで、まあ実際私がずっと解説やってるので5人なんですけども、さあ開幕、さあ香港マカオ勢、先ほど私のセルに2円を飲まされているのでもうセルのことなんか見たくないというような状況ですが、逆に言うと憂さ晴らしすることができるかもしれません。さあヘルニードで張り付けていき、いいスライスあれ打ち切ることはできますが、ディレイかけるだけで無理ですね。さあジャストからうまくカウンター取られないように動いています。さあ壁やられからコンボ選択、円台持ちなので円台とまではいかない、吸収をしていきます。さあ岩から投げて、さあロスさんの体勢を見ていて投げが有効なんじゃないかということを感じ取ったのでしょうか。さあガードするだけで死んでしまう状況だが、ダッシュが入って、巻き返しますね、あそこからよくちょっと返せたというところです。ファーストタッチは、まあ、さすがにそのトランクスの技もヘルニードル持ちのセルには少しちょっと厳しいのがあって、さあしっかり下入れてから円台2回当てには少し角度が足りないです。吸収して、さあオーラスマッシュが暴発してしまって円台部でと。さあ個人的にはエンダイブを使うのであればメインキャラのベジータでやってほしかった感じがあるんですけれども、さあディレイをかけたダッシュジャックに関しても揺さぶられることはなく、しっかり逆に拾い返して壁までは持っていけない。さあ遠距離戦ではやはりストロングがある状況なんですけれども、自身があまり遠距離が得意ではないというところもあるので、自分からこうして瞬間移動に近づいてきますね。さあいいジースラハメです。なんならジースラハメだけで殺してくれて構わないです、何の問題もありません、何でもありです。さあめくられて普通に体蹴りしていき、いいですねいいですね、ニックキセルに。さあダッシュが当たって、こんなところからでもエンダイブなら若干難しいところになってくるが、無難に行きました。さあ逃げ位置残して、ほっぽほっぽかなり厳しい、死んでしまった、出れば出ない、さあ出れかかったが当たっていますね、残った、連打が足りなかったですね。ちょっとさあこっから巻き返せたら最高にかっこいい、ぜひ巻き返してほしい、ぜひ巻き返してほしい。さあファイナルセット、エルニードルからGスライサー便利ですね。さあ高さを生かしてここの角度だと当たるので遠距離戦に仕掛けていきますが、さあ拾われて、この剣非常にうまい、今のもいいですね、今のまま折り強とかやっちゃうと大体に当たっちゃって今度成立しなくなっちゃうので、さあ変に岩が当たってしまったが何とか、これはうまくやれば死ぬが、うまくやれば死ぬが、うまくやればやれない。さあエンダイブはどこでぶっ破して許される、
しかし、エンハンが入っているこの残りライフなので、あーっと差し返せばこのセルライフではありましたけれども。この17号のスキルツリーも非常に珍しい形をしているんですけれども、浮かせアップがついているこのセルの前だとサポートというところでもあります。さあスイッチガードがついているのでGスライサーハマなんかは返すことができますが、さあ引っ掛けてこっから壁際が近いが強固でしかできない。さあめくってエンダイブ、遊び終わりで使っていくダメージレースを取りに行きました。さあ引っ掛かったところにダッシュ役でヒット数高いのでここは吸収で締めて、よく攻めが当たってしまう、弾けなかったか。謎のジャッコ停止からお互い気まずい雰囲気になってからチャウネロしていく。さあジャッコに向かって、さあ少しいろいろタイミングが悪くなってしまっているが、大体が裏目になり始めてしまっている。さあガードも入らず、さあ、さすがに先ほどの勝負は物言いありというところで同体が入ってきました。アマスト剥がしてからサベッジ、さあ、なんだあの暴れ方は。さあ、中途半端のめくりはしっかりガードして、さあ、危ないダッシュ弱でしたが角度が足りず、さあ謎のタイミングの強ホーミング、プリンスワールドに苦しんでいる。さあダッシュジャックもタイミングが噛み合ってしまう。これはだいぶプリンスさんの独特なタイミングと勝ち合ってしまってますね。さあ一回飲まれてしまうとなかなか波を取り戻すのが難しいところではあるんですが、冷静に下処理をしていき、引っ掛けて殺せるように、さあスーパーキャンセルが怖いのでエンダイブの使いをせずにじっくりと飛行砲を巻きながら近づいてヘルニードル見てから差し込んでいくと。さあかわして、さあじっくりじっくりゆっくり動きを見てから動いてますね、素晴らしい。ペースに巻き込まれないようにというところで動いております。ただですね、そういうことをするとですね、なぜか次のラウンド変にまた取られ返されてしまうというのがプリンスムーブなところではあるんですが、どうなりますでしょうか。うまい、いいエネルギーフィールド。さあエンダイブはしっかりガードしている。さあその流れには乗らずにきっちり差し返すことができるか。危ない、さあどこまで、ちょっとダッシュ強が入らないので、さあ無駄に当たってサベッジ、さあ攻めてから惑わせてしっかり取っていく、素晴らしい。さあパーソナル取ってエネルギーフィードが何ならもう一回打てるような状況になってきた。こっちだ、おしゃれにパーソナル剥がして乗ってきた。さあエネルギーフィードもある、打っていく、ガードされているが気づいても十分、たまらずエンダイブもしっかりガードされて、さあまだ2ゲージあるが、このライフはさすがに厳しくなってきた。とはいえセルエンダイブ2回当て込んで8割飛ばすこともできるので全然あります。さあ捕まってさすがに死んでしまう。ヌードンさんが
懐かしき大阪門弟の方に現役時代いらっしゃったということで、ちなみにカードは誰かのお借りしている感じですかね。壁くんのピッコロ借りて。さあ現役時代行きたかったんですけれども、ついに大阪の方には遠征する機会に恵まれず終わってしまいました。とはいえ久々なはず。ロスさんと同じく動きを取り戻していきながら様子見で動いていくんでしょうか。さあジャック方面から今日ジャックと。さあガードしないところが不安ですが、さあぎこちない、横歩きがぎこちない明らかにやっていない人の、久々の人の動きになってる。怖い。早いタイミングで取り戻してくれないと危ない。おしゃれにされている、ピッコロさんがおしゃれにされている。捕まえた。2ラウンドぐらいを上げて動きを取り戻していきましょう。10年ぶりのブランクというのでしょうがないですね。このゲーム14年目に突入しています。さあ引っかけられて、捕まえた。さすがに厳しいか。ブランクがさすがに10年ある中でこの対戦相手は厳しすぎる。さあジャンキョーの感触を確かめて、めくりが、ああそうそう、こんなのみたいになっているはず。さあエネルギーフィールドがっつりガードで。さあしかしこのマカオ勢のノリノリ感乗ってますね。こうして見ると本当に自力の高さがしっかり分かるというか。さあ後半を前で差し込んでいき、この高さはピッコロさん厳しい。さあ戦われて脱出弱、ジャックフォーミング強フォーミングで抑えて、マーカン交差棒がよりによって一矢報いておきたい。ジャックフォーミングらのマーカンであったりなど、これ恵まれてしまった。おかわりどうですか。おかわり半端なやつ。おかわりどうですか。そのプライドのおかわりることになる。ロッサがこの17号を分からせておきたいということで手を挙げて、さあ若干指も動くようになってきて、動きもかなり活性化されてきてますロッサ。しかしこの17号なかなかクセモノなので、さあマシに関してはしっかりカウンターで拾われて、さあ強本命に止まってしまったのでダメージ置き詰めは強いでしたが、さあ先ほどの対戦のせいか乗っているウェイフェイ乗っている。さあ魔人議会リバーサル、あまり文化にないらしいのでタクとしては成立したんですけどね。さあファーストアタックを取られてしまって、さあジャンキョー入ったところですが、今回入って少しやっぱりまだ感覚値が取れないところがあるのか。動いて、さあ入ってダッシュジャックではなく魔法法。さあ腕が伸びたところに飛行法当たって、あの距離から拾ってくる、すごいさあ漏れた、おそらくエネルギーフィールドでしょう。打つ気だったんですね。さあしっかり今日からエネルギーフィールドの乗ってきて、ウェイフィン選手の手が明らかに乗っかってきているさあ分からせてきたはずが分からされそうになってきてしまっている。さあ終わり際だったのでジャックに取られてしまい、さあ魔人結界、変な当たり方をしてお互いちょっと気まずくなってジャンキョーダッシュジャックから一回冷静になってるんですよ。一回冷静にまかんで、さあワンセット取ればワンコールできる。まあ感が出ない。サーレッジでワンチャン生まれ始めてしまう。このままするとエネルギーフィードも射程も見えてきてしまう。さあこの距離怖い、この距離怖い、この距離怖い、恵まれてしまう。出し気を入ってジャンジャクを見つけてしまう魔人撃退が、これは弾ければ、弾ければ、おそらくこれぐらいの動きが
本来なのでしょう。今カベ君がちょっとその私購入したポケトークを使ってコミュニケーションを取ったところ、まあその今プレイしたのが10年ぶりと6年ぶりのプレイヤーであるということを説明したところですね、反応として日本ピッコロ多いというところが反応でしたと。